さん、健康ねいいっすよ健康やっぱまあ年取ったらね健康の発信ばっかりすればいいんじゃないかなと思うんですけどねであのアフリートもめっちゃあるじゃないですかでテレビ通販もまあ、健康あの、健康ショッピング僕テレビショッピング好きなんですけどもそのセサミン E とかねセサミン E も相当売ってると思うんですけどあとはなんかブルーアイとかね目が視力ですよねであとはなんかあのなんだ なんかあのグルコサミンとかね <laughs> なんかめっちゃアフリートできるんじゃないですかいろいろと多分めっちゃアフリートあるんで <laughs> まあ年取ったらあのレビューして実際にレビューしてこれめっちゃいいよみたいなだからあのきあのなんかテレビショッピングって基本的にそのテレビ側まあテレビ側というかその 販売してる側がそのお宅に行ってインタビューしてそれ映像してすごいこのおかげですみたいなのやってるじゃないですかいや自分が人体実験して YouTube でガンガン配信して YouTube で自分で売ればいいわけじゃないですか <laughs> でそれがね今のできないわけじゃないですかで僕とか多分でき全然できるので結構強いんじゃないかなで逆に言うとそれでめちゃめちゃチャンネルボリュームがもしは増えたとするならばその健康食品の会社さんからねダイレクトにちょっとあの ななんだなんすかね企業案件ですよねなんかもらえるんじゃないかなと思うんですよね。<laughs> 何百万とかね。そう <laughs>。うん。いやーまあ,あの多分その80とか70の YouTuber でそのちゃんと健康食品とかをこう情報発信してる人あんまり多分ライバル非常に少ないと思うけどニーズすげえあると思うんで。これね僕ね。 本当情報発信できる今の段階からできるようになってそういう知識ですよねどういうふうなのがいいのかみたいな知ってあとやるだけじゃないですかでもうずっと僕とか久保さんやってますからいくらでもできるわけですよ年取ってもある程度ねまあるカメラに向かってしゃべるだけですからうんだから年と僕はねなんかね年取れば取るほどなんか勝てるなっていうのはすごく思いますよねなぜならばライバルが本当に極限的に少なくなってくるんで年取ったら うん、だけどじ日本の日本のマーケットって少子高齢化で,でぶっちゃけお金持ってる層は高齢者の方が持ってるわけじゃないですか、うん、10代20代お金ないですよねまあもちろん年取ってもお金ない人いますけどもただ健康ですお金ない中でも何に払うかっていうと健康には金払うので、うん、ただお金儲かる方法にお金をか払わないかもしれないですけど 歩けひ膝が痛くて歩けねえっつってねそこには金払うと思うんですよね目が見えねえみたいなね <laughs> そこにはねお金儲かる方法には払わないけどいや目,が目をもうちょっとくっきりしたいっていう食品には金払うだろうしだから結構やりたい放題だかなと思うんですけどねうんまあ将来が楽しみですいってらっしゃい